島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。スライダー外れます。アウトコース打ちました。岡本抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている山田。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。クリーンナップが登場します。バッター坂本、ツーアウトになっています。この回の大野、4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール。さあ3球目は何か。この球は落としましたが決まりません。打ちました。これはショートライナー。さあこれからホークスが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の山本。バッターは太田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、スピードボールを持っています。落ちる球できました。ボール先行です。打ちました。ファーストが取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者の柳田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。切る球を持ってきました。打ちました。坂本が掴んで2アウト。バッターは3番の浅村。2アウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。あ、よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。インコースを落としました。インコース詰まりました。王が掴んで3アウトです。2回になります。ホークスの攻撃、バッターは DH ローズ。カープ得点に動きはありません。0対0でカープピッチャーが変わります。4番を引っ張った。浅村アウト、ワンアウトです。バッターボックスは5番吉田。ワンアウトランナーありません。初球打ち、ここは打ち上げています。バッターは6番丸。ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。緩いボールを持ってきました。打ちました、流しました。伸びる、伸びていく、レフト線破りました。バッターランナーは二塁。さあそして打席には王が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここは無理に勝負に行かなくてもいいかもしれませんね。なるほど、そうですね。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。レフトへ、
ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。2回の裏になります。さあカープ、この回は4番から始まります。丸が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても失礼し、打ち上げた、抑えてワンアウト。バッターボックス岡本、山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。あー、よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール、もう先行です。うん、いいマッシュですね。インローを指にかかったストレートで空振り。ここは150キロを超えてきます。ストレート打った、ファーストが抑えた、一塁アウト。打席には6番バッター吉田、2アウトランナーありません。ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。3回の表ホークスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは甲斐。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バッターボックスには代打の堀谷、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。インコースできましたね。そうですね、さあ外してくるのか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。非常にブレーキが効いたボールです。センターへ持っていった、ここはフライ、セカンドランナータッチアップ。三塁送球はどうか。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入っています。うーん、嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。バッターボックスには代打の森、ワンアウトランナー一塁三塁です。初球打ち、サード取った、ホームへ、サードランナーホームイン。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。低め打った、抜けた、セカンドランナー変えれば追加点、センター前ヒット。カープ、さらにピンチが続きます。さあ、そして打席には山田が入ります。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。まあ、ちょっと相手に変化、抜けていった、サードランナーがホームに。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね、カープピッチャーが変わります。満塁の場面で、さあまず1球目、最初は変化球できました。落ちるボールです。次が3球目。この場面低め中心は分かるんですが、高めも見せないと抑えられないと思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。あ、いいボールですね。はい、変化球が決まっています。スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。変化球打った、掴んだ、二塁へ送球、二塁フォースアウト。ここでホークス守備を変えてきました。カープ最後の攻撃になります。バッターは村上。カープビハインドで迎える最終回です。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね、変化球打っていった、取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには小林が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。バッターボックスには代打の中田、山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は打ち、膝下厳しいボールですね。まあ、うまくさばかないと詰まってしまいますね。なるほど、そうですか。
かというボール。打者の内角をえぐるような投球でした。インサイド打った、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には源田が入ります。ここは好打順ですから勝負どころ。バッターボックスには代打の坂本、カーブ、ツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。あーいいボールですね。インコースストレート際どいところに決めました。154キロ、さあ内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。落としていきましたがここは外れます。